自粛解除へ大阪モデルっていうニュースがありましたけれども、うん、はい、これもよくですね、考えないといけない問題で、うん、大阪モデルっていうのがよく言われて、まあ、現在の市長さんがですね、よくメディアに出てきて、あ、ごめんなさい、知事さんですね、はい、の方が、はい、吉村さんが出てきていますけれども、しかしですね、大阪でこう、拡大した背景っていうのには、やっぱりずっとこの維新の政治になって公務員がどんどん削減をされたりとか、うん、あるいは病院や感染症対策のこう研究施設なんかが統廃合されてきたんですよね、うん、でさらに保健所の数っていうのがぐーっとこう絞られてきた、まあそういうようなですね、実は背景があってですね、大阪でかなりですね、危ない状況が生まれたりしたっていう問題がありました。で、うん、僕はこれ出遅れたガイアフライっていうふうに言っているんですけれども、うん、はい、普通にですね、これ東京都も同じなんですけれども、ファインプレーに見えるじゃないですか、うん、大阪とか。けれども、出遅れたんですよ。なるほど。で、ガイアフライ普通の定位置でぼーっとしててですね、うん、頭もっと前だったっていうふうに、わーっと走ってって、なんかこう、ダイビングキャッチすると、うおーってなるじゃないですか。うん、けれども、ちゃんと重要なのはスタートが来て、そのボールがどこに来るのかっていうのを見越して、最初のスタートダッシュをしていると、平凡に取れるんですよね。うん。で、本当はそれが政治なんですけれども、うん、出遅れたがゆえに、これファインプレーに見えちゃってるっていう現象が、東京、大阪で続出しているんですよね、うん。やっぱりこの出遅れたこととは一体何なのか、そしてかなりですね、まあ、切迫をした保健所につながらないとかになった原因とは一体どういうことなのかっていうところから見ないといけない。で、これファインプレーはどうしても、単純接触効果っていう言い方を私たちしますけれども、はい、テレビにやたらと出まくるとですね、うん、やっぱり認知度が高まってですね、うん、人気が高まるっていうのがどうしてもあるんですよね、うん、なので東京大阪はすごく頑張ってるっていうふうに見えるんですけども、やはり政治学から冷静に見るならばですね、うん、出遅れっていうのがファインプレーに見えちゃってるっていうその問題があるんじゃないのかな、そもそもの ね、 ね、はい、うん、まあ、でもですから和歌山とかは最初に PCR 検査をいっぱいやってで、うん、それで感染者が多く見つけて収束させたので、うん、注目されないんですよ。なるほど。でもやってることとしては、ね、政治の判断としては和歌山の方が正しいわけですもんね、はい、私としては、うん、感染者数が増えずにですね、お隣の県なのにそういうことが大阪に対して起きてるっていうことも冷静に見ないといけないなと思います。なるほど。出遅れたガイアフライ説はね、ちょっと自分の頭の中に入れておきたい視点だなと思いました、うん、このコーナーここで